中国風のチャーハン。美食学におけるディッシュは食用に提供される特定の食品の一品または一種類。日本語では料理とも称される。ディッシュを準備する手順はレシピと呼ばれるが、ファッチバニラアイスクリームといった食品二品を組み合わせただけのディッシュのレシピは料理本に載せられることが少ない。ブリアサバランチーズ。ディッシュには ザウアーブラーテンのように特定の名前があるもの、焼き、リブステーキのように内容物を説明する名前があるものの2種類がある。特定の場所との関連により名付けられる、ボストンベークドビーンズのような例も多いが、オムレットアラフロランティーヌのように、アラフロランティーヌが、フィレンツェ風を意味せず、ホーレン草ェ風を意味する場合もある。人物が、ディッシュの名前の由来になることもあり、例としては、 ブリアサバランチーズがジャムアンテルムブリアサバランに由来し、また、ロシアのオペラ歌手、ヒョードル・シャリアピンが1930年代に日本を訪れた時に特製のステーキが供されたことをきっかけに、シャリアピンステーキというディッシュが生まれたといった例もある。さらに初めて特定のディッシュを制作した人物が名前の由来になることもあるため、ディッシュの名前の起源が諸説ふんふんとなることが多い。 ありがとうございます。